椎茸タケは、原ケ目から、キシメジカに分類されるキノコである。移説では、ヒラケかやホーライケか、月夜ケかともされる。椎茸は、日本、中国、韓国などで食用に栽培されるほか、東南アジアの鉱山帯や、ニュージーランドにも分布する。日本においては従来精進料理に欠かせないものであり、食卓に昇る機会も多く、またうま味成分が、だしともなるため、 数あるキノコの中でも知名度、人気ともに高いものの一つである。かつては松王子族に入れられていたが、禁止構成などの違いから、椎茸族として分離された。本金の元気再論文は、チャレンジャー号探検において1875年に日本で採集された標本に基づく。なお、椎茸の種小業のイート図ズを江戸ですから取ったとする説があるが、 イギリスの近類学者マイルズ・ジョセフ・バークリーによる1878年の元気祭論文には学名の由来は記されていない。ギリシア語で、食用となるという意味の語は、イプシロンデルタオメガデルタイオタミューであり、ラテン文字に置き換えると、イーデデモスとなり、これに由来すると考えられている。なお、江戸にちなんで命名された学名では、ジェドと表記されるソメイヨシノがある。自然界では、 主にくぬぎやし、こなら、みずなら、くりなどの紅葉樹の枯れ木に発生するが、稀に杉などの新葉樹にも発生する。短い円柱形の柄の先に、傘を開く。枯れ木の側面に出ることも多く、その場合には、柄は大きく曲がる。傘の表面は、茶褐色で、綿毛状の輪片があり、裏面は白色で、細かいひだがある。小実体の発生時期は、初夏と秋で、 適温は重摂取25度と幅があり、菌種によって異なる。倒木に発生した野生椎茸よく似た条件で発生し、やや姿が似た毒キノコとして月夜茸がある。これを椎茸と間違えて食べて中毒になり、入院するまでの病状になることが多い。外観は似ており、夜間や暗い場所では青白く光ることで区別がつくが、古くなったものは光らないこともあるので注意を要する。 日本を代表する食用キノコとして親しまれている。日本では椎茸品質表示基準によって食品としての椎茸を椎茸菌の小じってであって前景のもの、柄を除去したものまたは柄を除去し、もしくは除去しないでかさを薄切りにしたものと定義している。旨味成分としてコグアニル酸やグルタミン酸を豊富に含むので食材としてだけでなく出汁を取るのにも使われる。 グアニル酸は、生の椎茸では総重量に占める割合が少ないが、乾燥して温度が上昇する過程で、リボヌクレアーゼや、ホスホモノエステラーゼなどの酵素の働きにより増加する。また乾燥することで細胞が破壊され、旨味成分の抽出効率が上昇する。風味、食感に癖があり、ピーマンや人参、グリーンピースと並び好みの分かれる食物の一つでも、ある。 また栄養価としては炭水化物、食物繊維、ミネラルが主で低カロリー食品である。しかし、含有されるミネラル分やビタミン類の量は生育環境により大きく異なり、栄養価として公表されている数値は目安に過ぎない。そのため収穫後の小実体への効果を期待し様々な成分の添加が研究されている。生しいたけは頭皮で炙り焼きにしたり、鍋料理、 スープ、茶碗蒸し、うどん、巻き寿司などに入れたり、炒め物、天ぷらなどにして食べる。鮮度が落ちやすい食材で、切り口や傘の裏が茶色く変色したものや、開封すると刺激臭のあるものに至っては食さないことが望ましい。日本料理では、椎茸の傘の部分に十字の形や星型の形に、包丁で飾り切りがされることがある。星椎茸は、 しいたけを乾燥させた食品である。しいたけは乾燥によって旨味香り成分が科学的に増すという特徴がある。出汁を取ったり、水で戻してから煮物やつくだ煮にしたりする。戻し汁も出汁として利用される。また、火に当てて干すことによってビタミン D2 の含有量も増える。成長程度の違いから、肉厚で傘が開ききっていない冬と薄手で傘が開いている。 方針、さらに両者の中間的存在の項の区別がある。いずれも中国での呼び方を取り入れたもので、鈍項は中国語の発音、ディオンジージを模している。傘の表面に亀裂のような模様が広がっているものは花冬と呼ばれる。この他、スライスしてから乾燥させた製品もある。椎茸の旨味成分、風味は熱に弱いため、 出汁を取る際には冷水に5時間以上つけておくことが望ましいとされる。また、超音波照射は干し椎茸の水戻しに効果があり、食品加工業者向けには超音波切り化分離技術を利用した加熱の不要な椎茸エキスの抽出装置が開発され、生椎茸栽培の盛んな徳島県内にて2014年に実用化されている。椎茸エキスは、 麺類のタレなどの食品のほか、保湿作用や美白作用があり、化粧品にも利用されている。中国医学では、シ茸タケと称して気薬ともした、液気、健非、健胃、過炭の作用があり、貧血や高血圧に効くとされる。近年は、ベータグルカンの免疫強化、抗がん作用の研究も行われている。その他の医療的利用では、 シイタケ族から抽出された AHCC が健康食品として利用されている。代替医療科学研究センターの発行する資料によると、シイタケ菌止体には免疫抑制細胞を軽減する働きがあり、肝機能保護作用があることも報告されている。また、シイタケから発見された特異的に多く含まれる生理、活性物質として、エリタデニン、レンチナン等が管理されている。 生椎茸を食べた場合、椎茸皮膚炎と呼ばれるアレルギー反応が発生することがある。体幹部に相応が強い後半や休診が発生し、相根に一致した洗浄の皮疹も停する。椎茸皮膚炎以外では、原因は2回目で椎茸に含まれる、レンチナンに対するアレルギー反応の可能性を示唆する、報告がある。干し椎茸の戻し汁などでも症状が発生することが、 報告されている。特にアレルギー体質の児童に対しては注意を要する。2019年の中国における椎茸の生産量は約1043万トンで、同国内では生産量が最大のキノコの品種となっている。同国内のうち河北省南陽市西京県は椎茸の一大産地として知られる。中国では椎茸のうち傘に表面に 無数のひび割れが入った肉厚の高品質な椎茸を、花といい肉厚だが、ひび割れはない中間品質なものを、冬、肉白で安価な一般的なものを、高炭と品種分けしている。2018年の日本における生椎茸の生産量は約7万トン、金賞栽培が92%、原木栽培が8%で、主な生産地は徳島県。 北海道となっている。カラシイタケの生産量は2600トン、金賞栽培が10%、原木栽培が90%で、主な産地は大分県となっている。古来日本では古くから産したものの、栽培は不可能で自生したものを採集するしかなかった。その一方で、精進料理において、出汁を取るためにはなくてはならないものであった。 道元が南宋に渡った際に交流した現地の宋は、ダルマキのご馳走として出すうどんの出汁を干し椎茸で取るため、日本商船の入港を聞いて遠方の愛く王子から買いに来たほどであった。天祖教訓にこのような逸話があるほど高価な食材であった。江戸時代から原木に傷をつけるなどの反栽培が行われ始めた。椎茸の胞子が原木に付着して、 シイタケ菌の生育が見られるかどうかは全く不明であり、シイタケ栽培は成功した場合の収益は相当なものであったが、失敗した場合は全財産を失うほどの損害となる一種の博打だった。人工栽培の方法は20世紀に確立されたが、最近では原木栽培、または菌床栽培されたものが、市場流通品のほとんどを占める。 2006年10月1日からは商品に必ず原木栽培品化、金賞栽培品化を表示することが義務付けられている。現在では人工栽培の方法が諸外国にも普及しているものの日本産干し椎茸は本場ものとして台湾、香港などで人気があり各地の業者が輸出をしている。原木栽培、原木に小牧を打った跡が残っている。 金賞栽培一般的に椎茸の原木栽培では、長さ1メートル程度に切断した紅葉樹を原木として利用する。作業性を考慮し、直径10から20センチメートルの木を利用することが多い。原木は秋から初冬に伐採、過度な乾燥を避け保管され、翌早春に主菌が摂取される。主菌が摂取された原木を約1年を、 森林のもとに寝かせ菌止体の蔓延を待つ。主菌の摂取から16から18ヶ月経過後に、ホダバと呼ばれる栽培場所に移し、柵に立てかけるように原木を並べて小実体の発生を待つ。小実体が発生するのは、通常主菌を植え付けてから18から24ヶ月後で、3から4年間収穫が可能である。品種改良が進んでおり、たけが発生するのに最適な時期は、 それぞれの品種によっても異なっている。その地域の気候に最も適した品種を選択し、栽培することが大切である。原木栽培において、落雷が発生するとその周囲で、椎茸が異常発生することが、生産者の間では、経験的に知られている。この発生の理由は高電圧によって、ほだ、機内の窒素が固定され、アショウ酸塩等の窒素化合物が生成され、 菌糸の養分になるからである。伏せ込みダだホだけに人工的に交流の高電圧パルスを与えた栽培実験では2から3倍の収量が得られたことが報告されている。生産量ではエノキタケに及ばないが日本で最も生産額が多いキノコである。2018年にはナシイタケが7382トン681億円。 唐椎けが2635トン109億円生産された。唐椎茸は大分県が生しいたけは徳島県が日本一の産地である。ついで北海道、その他鳥取県、島根県、岡山県、愛媛県、熊本県、宮崎県、群馬県、栃木県、静岡県、長崎県、秋田県、岩手県、新潟県などで栽培が盛んである。 日本における星椎茸の歴史中国では、紀元前5000の4500年の石膏省の遺跡に、キノコが出土している。当時代の文にあり、古代時代には金の記載があり、南宋時代はカシート栽培法が記載されている。日本都来は9世紀と考えられる。当時、日本で栽培されていた椎茸の多くは中国に輸出されており、 道元は1237年の文献で中国で苔を老僧自身が干しているエピソードを伝えている。また同じ文献では山サ沢ラという言葉があり、これが日本産の椎茸ではないかと言われている。その他椎茸料理に関する歴史的記述話などがある。椎茸の人工栽培がどこで始まったのかは諸説がある。一つは文豪国の炭焼き玄米が 官営の頃始めたという説である。もう一つは、文豪岡藩藩主中川家の記録で漢文四年椎茸の栽培技術を導入するために、伊豆国産等の狛藩門を招いたとある。文豪、伊豆以外では、津藩が1700年代以末に直営事業で行っており、1800年代には、紀州藩、徳島藩、長州藩、土佐藩、人吉藩、薩摩藩、尾張藩、 森岡藩、宇和島藩、さらには江戸地で栽培が広がっていた。干ししいたけの生産統計は1905年に始まる。当時の全国生産量は963トンで、静岡県が25%を占め、ついで大分県、宮崎県と続いている。1933年頃までに、全国生産量は800トンから1300トンの間を推移し、 1934年には1500トン、1935年には2000トンとなる。静岡県、大分県、宮崎県が三つどもへの競争となる。多くの県で同業組合が設立された。戦時中は統制時代となる。輸出統計は明治初年からある。1921年から中国は混乱時代となり、日本からの輸出は半減する。 戦後、1949年までは1000トンを切り、明治時代と同等の生産量となった。しかし、森木作による死ゴマの発明など、生産技術の確立で安定生産が可能となり、1950年には1400トンに戻し、翌年から2000トン台へ、1955年には3000トンを超え、1965年には5000トン。 1970年には8000トンに達した。輸出量は1949年までは10から300トンに落ち込むが、1950年には900トンに戻し、その後年によって高はあるが、千数百トンとなった。輸出先は昭和30年代には40カ国を超えたが、輸出量は各国の中国人の居住人口に完全に相関した。 しながらはほとんどどんこに限られた。干しいたけは収穫するタイミングによって呼び名が変わり商品価値に差が出る。傘が7分開きのものを一般的にどんこと呼ぶ。どんこはわずかな時間しか収穫できないため少しでも傘が開くと普通のしいたけになってしまう。そのため普通の干ししいたけと比べて倍以上の価格となり高級品として扱われる。 中国では1980年代から輸出を大きく伸ばし、日本産の半値以下の価格で世界の消費市場を接見していた。1987年頃から中国産が内外市場に急増する。その年は893トン、1990年は2404トン、1995年は7539トン。 2001年は9253トンとうなぎのぼりに上昇する。中国産は国産の半分以下の価格で欲しい時に入手できる利便性もあり、また中国産の国産偽装もあった。消費者のから椎茸離れ、中国産の急増、輸出の激減と日本産の干し椎茸は見えくと言うべき苦難に陥った。2000年に主要機首相が来日した時に、 TBS は市民対話を行った。首相は両国の輸出入を正しい方向に導くことが重要と述べた。その後2007年に中国製食品汚染問題が生じたが、問題は依然として残っている。1995年には中国からの輸入量が日本国内生産量を凌駕した。英語、フランス語などでもそのまま日本語に基づき、椎茸と呼ばれる。 フランスでは秋に流通する多くのキノコ類の中に、シイタケも含まれ、伝統的な食品流通である朝市のほか、大手スーパーマーケットでは、金賞栽培品のパッケージが売られている。ブラジル、フィンランド、アメリカ、オランダ等でも栽培するようになって、やはりシイテイクの名で販売している。しかし欧米では、一般的にはそれほど普及しておらず、あまり馴染みのないキノコである。 特にヨーロッパやアメリカの一般家庭の食卓で供されることは非常に稀である。ブータンではキノコの消費が多く西岡教授の農業指導によって椎茸がもたらされて以降広く普及している。ありがとうございます。